瀬ことのバンバ塾。皆さんこんにちは、成瀬ことです。いつも予想を見ていただいて本当にありがとうございます。なんと先週の動画でも無事に的中できましたので、これで今年度の予想動画4週連続で的中となっています。嬉しい。ここまで来たら今年度の予想させていただく動画では全て的中を目指して頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ今回も最後までご覧ください。それでは早速予想に行ってみましょう。今回私が予想するのは7月30日日曜日に行われます第11レース万栄大賞典です。やってきましたね、この季節が。3歳の三冠戦の第1冠目のレースとなっております。過去にはこの3歳三冠戦を全て3つクリアした馬は白竜、マルトダンサー、雲海、横浜ボーイ、目室ボブサップの5頭となっております。成長著しい3歳戦ですが、史上6頭目の3歳3冠を達成する馬は今回現れるのでしょうか。ぜひ注目してレースご覧ください。早速私の本命はこちらになります。じゃん、1番マルホン陵侑です。なんといっても夏に強い馬を今回選んでみました。今年の夏はとても気温が高く、北海道でもレース当日の帯広では最高気温34度と予想されております。そんな中でこちらの本命1番は、昨年2022年の7月18日から2022年9月5日の気温が高い時期に4連勝を達成しました。この頃から変わらずコンビを組み続けています。鈴木圭介騎手とアウンのコンビで今回も夏に勝って、レースにも勝ってほしいと思います。背面の方はこんな風にしてみました。じゃん！いつもの馬タンマルチです。軸は本命の1番から、相手が3番北西太陽、6番北西キムタク、8番ジェイヒーロー、10番宝キングダムの計8点でいきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。それでは今日も万栄競馬一緒に楽しんでいきましょう。さようなら。